はようございます。11月4日お遍路35日目スタートです。今日は横峰さんです。登ります。ちょっと雨が降りそうな雰囲気もありますが、なんとか大丈夫でしょう。いや、難所中の難所です。3時間もうちょっとかかるかな。その後降りて61番から64番まで、ね、打ちたいと思います。宿は小松に取ってるので、途中で小松に寄って、はい、荷物を下ろして行きたいと思います。いや、緊張ですね。足の状態は、まあ、昨日よりはいいですね。こういう天気だ。雲だけがな、ちょっと黒いんだよな。そしてクソ寒いですニコミネさんはもっと寒いんだろうな、上はこれしか持ってません。長袖は薄いの2枚しか持ってません。はい、まあ大丈夫でしょう。歩くんで、では行ってまいります。さあ、いよいよ横峰さんに突入します。このルートだとしばらくは舗装された車道を通るのかな。最後はきついんだっけ。頑張ります。はい、あと7キロ。休憩所ラスト、はい、あと 2.2 キロ、はい、はい、はい、じゃあ登山開始、行くぞ、はい、よし、はあ、あと 2.2 キロ、1時間はかかんない。時間としても9時半には着くね。よしよしよし、はい、落ち着いてゆっくり行こう。はい、
あと 1.4 キロ、はい、800メートル行った、はい、はい、やっぱきついけど、まあまあ、いけるかな、これからもっときつくなるか、はい、頑張ります、はい。10兆、はい、半分残ったぞ、よいしょ、はい。
と 0.6、 はい、足が止まってきた。まだまだ上があるな。よいしょ。何この丸太2本分っていう段差は。皆さん知ってました？私足が短いのですよ。まだあるよね、知ってるよ。おへんちゃ、安心したところがまたあるんで、どうせ。ほら見ろ、はい、もう涼しい。あ、下るの？やめて。もう登りたくないんだよ。うわ、あっち側に階段見えたぞ。すげえ登ってんじゃん。まだこの目の前に登るのか。いやあと 0.4、 400m 登りなさいと。了解、いいぞ。もう400だろうが、405だろうが、410だろうが、登ってやるよ。確かに街が見えます。あと少し。お、お寺っぽい建物が見えてきた。終わったか。よっしゃ。よし。
車もあるんだ。着いた。60番横峯寺、石槌山横峯寺着きました。2時間横峯打ち終わりました。で、番外霊場星ヶ森に今から 600m 行ってきます。オーストリア人ローバートに会いました。彼は宿に荷物を置いてるので身軽です。いいな。またどっかで会うでしょう。よし、じゃあ辺の道行きます。あと2キロで奥のに、
て足行ってなんじゃもう、はい、そろそろ足でやべえぞこれ、めちくしょう、とりあえず61目出します。61番、高音地着きました。足痛い。あと62番のホジジの代わりのプレハブもあります。はい、あと今日の宿、小松旅館さんに荷物を置かせてもらって、はい、もう完全なる参拝スタイルだけで、ね、はい、行ってきます。63番、64番行ってきたいと思います。いや、横峰の影響で足がちょっと尋常じゃないけど左足が痛い、すねのところが痛い。まあ行けるとこも行きます。63番吉祥寺着きました。はい、吉祥寺終わりました。打ち終わりました。前髪行きます。足痛い。まさかのベテランお遍路さんにまた会いました。八丁坂でもう会わないでしょうって言ってたのに電車使って回ってるから会うっていうなんかのご縁ですね。じゃあ行ってまいります。はい、次は64番。足が痛いぞ。俺の足は明日の朝には治ってるのかな。サロンパスしか持っていない、それでいけるかな。足が痛いぞ。替え歌のキレもねえな、チキシュー。64番前髪寺着きました。本日最後、前髪寺を打ち終わりまして今日は終わりです。これから、最寄りの駅石鎚山駅から電車に乗って小松旅館まで戻ります。明日また石鎚山駅から歩きたいと思います。今日は何といっても横峰、いや足がやばい。今日は何といっても横峰ですね、うん、足がもうやばいです。回復するかな、きついね。特に下りのなかなかきついっすね。もうあとは62番問題、なんか微妙だね。前回は宝珠寺でやってるから気持ちとしては宝珠寺でやりたいんだけど、重ねんだしもうまあいいやと思って
礼拝所でやりましたけど、なんかそれを61番とか63番の人が確認するのが嫌なんだよな。なんか62番どうしたかみたいな、いちいち農協長見てさ、前のページ見てさ、まあいいよ、なんかしらけちゃうね、しらけちゃうっていうか、うん、がっかりだよ。どっちもどっちだよ。電車間に合おうかな。ちょっともう足が動かないから飛ばせないんだけど、あと10分だからやばいかも。じゃあ今日はこの辺で、今日も頑張りました。ありがとうございました。